皆さんこんにちは、おばねじゅんです。今回は B の文字を書いていきましょう。それでは大文字から書いていきます。まず軽く力を抜いて線を描きます。斜めの線に沿ってダウンストロークです。一度ここです。ペンを離します。ここから大きくループです。もう一度描いていきます。はい、次に小文字を描いていきます。力を抜いて線を描きます。ここは斜めの線に沿って描きます。ワンストロークで描いていただいても大丈夫ですし、一度ここで止めて描いていただいても大丈夫です。はい、B の文字は以上になります。また次のレッスンでお会いしましょう。